はい、そう、先生坂ダッシュやってるらしいんですけど、はい、渋谷の中で坂ダッシュやってる。もうそこの渋谷教授学園、渋谷高校。なんでフレームアウトすんのねえ、いいじゃん、関係ない。すいません、晩御飯中です。晩御飯中です。マックでございます。そういう先生となんか対決したいんですよね、私。ああ、なんか三問勝負みたいなやつやったら。なんでもいいっすよ。得意なものと不得意なものと。計算とかでもいいっすよ。それ面白いね。いや、負けるもん、計算。めちゃめちゃ悔しがりそう。ボコボコにしてやるじゃん。マジで悔しいもん。ちゃんと何かをかけて戦わないと。うん。なんですかね、男女で戦って面白いものって。ツイスター。やったことはありますね。なんか緊急事態宣言とか終わったら、うん、スポッチャとか行って、ああバドミントンとかで卓球とかね、ボコボコにして龍なんか卓球とかも意外と強そうだよね。なんかね、卓球結構めっちゃやってましたよ。そうなの。そうなんだ、うん、やってました。卓球部のやつにしごかれて。たまに卓球部のやつってめちゃくちゃうまいじゃん。なんか、ね、回転の角度とかさ、めちゃめちゃうまい。一個も返せないとかあるからね。そうそうそう。だってまっすぐ当てたのにこっちも。どういうことみたいな。なんでもできますね。だけど、あの基本的に集団スポーツができないです。ああ、なるほどね。そう、だから集団行動ができないんですよ。協調性ないからね。そうそうそう。私も同じなの、わかるわ。だから私、剣道だからさ。そうそうそう。俺もそう、剣道とか、テニスとか。個人でやれるやつ好きなのよ。剣道、剣道で勝負すれば、だから。剣道で勝負。え、なに、え、剣道に鼻整形したからもう面つけれないんだ。いや、それは俺鼻狙わないわけない。あ、ね、狙わない、ね、狙いますよ。弱点だからね。面つけなかったら全然いいよ。え、死ねばっかりじゃん。剣道で勝負できる。いいんじゃない。できる。え、できる。いや、全然やったことないけど。俺剣道のルールがよくわかんない。ちょっと、え、だって面がこてっかどう当てればいい。でも、半沢直樹見てるから大丈夫よ。で、余裕っす。あっから学んで、あれ余裕っす。しないがないから、脂肪吸引のカニュレで勝負しないとちょっと。でも声が大事だね。声ね。ああ。そう、ちゃんとメーンって言わないとあれは取られないんで。あ、そうなんだ。へえ。そうそう、無言でポンとかやってもなんか。みたいな。空気これみたいな。へえ。そう。なるほどな。あの当たってなくてもメーンっていうのが大事だから。空気感。なるほど。空気感あれは。そうそうそう。雰囲気作り。そうなんですよ。だから宣告して攻撃するっていうわけのわからないスポーツですからね。今から面行きまーすみたいな感じで。うん、剣道以外何やってるんですか。剣道しかやったことないです。へえ。他はなんかみんなさ、ミニバスとかやってるじゃないですか、小学生の時。あったね、ミニバスね。やったことない。でもね、このやっぱ幼少期からのやっぱムービーをね、やっぱ確かに、あの結婚式のあれみたいなやつね。ないよね、何もやってないな。でも勝負する、勝負するのいいね。なんか、なんとかし、うん、勝負。ボーリングとかね、意外とね。あ、ボーリングとかいいですね。ね、北口にやってみたいな。めっちゃ強そうだもん。いやいや、全然、そんな普通だって、あれじゃあの、エンドゥさんとボーリング大会とかやってたじゃん。死ぬほどやってましたからね、ボーリング。休んだボーリング。ボーリング死ぬほどやってました。なんか、ロールスロイスので上で言ってたから、絶対強いんだろうなと思って。そう、梅子が初めて俺のロールスロイスに乗った、うん、初めての女性だったんですけど、その前に乗ったのはエンドゥで、しかも2人であの千葉にボーリングしに行った、ね、なんでも千葉まであの動画のコメント欄で梅子さんが初めてじゃないと思います、他の人、他の女はもっとちゃんと乗ってますみたいなことを言って言われたんだけど、いや、あなたは乗ってないですよね。私は乗りましたっていうコメントを待ってた。あなたではないって私はちなみに乗りましたみたいなコメントを待ってたんですけど、全然来ないから。そうね、女の子車に乗せることってまあまずないですよね、この年になるとね。うん、ないですよね。ない、全くないね。うん、その遠方に出かけるってことがまずないじゃないですか。ないね、今も自宅と職場しかないからね。そう悲しいが乗れるワーカホリックになるんで。そうっすよね、本当にそうっすよね。あんまりないっすね。前さ、動画の事前確認で、あの副総先生に4時半ぐらいに LINE したんですよ、朝のね。そう、手術してて。ああ、それ前田先生の日かな。じゃあ俺のあのフェイスリフトに一緒に残ってくれて、あの日、はいはいはい、あれか、ね、はいはい、今しました。そう俺完全帰る前に残ってたから、はいはい、あれ残ったら30ぐらいですよ、ね、30ぐらいだね、うん、俺先帰ったからね。3時半か、そう、3時半ぐらいに LINE して、あの日は地獄だった、いるんだ、ね、案件だねとか言ってね。いや、トントントン、あの後でもその患者さんから DM 来ました。写真付きで細井先生との写真付きで、はいはいはい、あの患者さんね、はいはい、めっちゃ DM 来てんの。しかし必要なさズーマンさんとは関係どうなんですか。いやいや、もう本当にただのファンの一人です。あのバンドの人ね、はい、やっぱ話かな、梅子からこうね、やっぱ男性関係をどうにか聞き出したいんです。確かに、はい、実際の方どうなんですか、ストレートの質問で。いや、私の男性関係非公開なんで。非公開、なるほど、なるほど。それはあるってことですよね。非公開なんで。
だから、そういう先生に彼女いるんですかって多分し、確か1回ぐらい聞いたことあるんですよ、うんうんうん、で、いないって言ってたの。そう、非公開じゃないの。公開いないの。いない。いや、私はあの時聞いたのは、なんかさ、本当に最初初期の頃梅子と細井はなんかの恋の噂ができてたじゃないですか、 なんか、はい、もう2人で黒髪打つっていうことが多かったから、うん、で、なんか彼女さんとかいたらすいませんねみたいな感じで、すいませんねっていうか別に悪いと思ってないけどで、彼女いるんですかって聞いたんですよ、はいはいはい、一応もしすいませんみたいな、この噂が立つとすいませんってごめんねって言って、うんうん、いるのって言ったら、いないって言ったから、まあドラゴンもそれにはいてもいなくてもいないって言うだろうなと思ってあれ以来聞くのをやめたから私まあけど多分それ全男そうですよ。そうだねいますみたいなね、ベンチャラブラグですみたいな、そういうこと何もないからねって言ってね、想像をね、皆さん借り立てていただければね。そうそうそう。そうね。だから私はもう聞くの無駄だからもうやめようと。だからあれ以降一切聞いてないじゃん。いや、俺何度でもやっぱ梅子には聞きたいですからね。やっぱね答えるまで聞き続けるけど。まあ、やっぱ男性が、やっぱ視聴者さん女性ばっかだから、うんうん、男性からの評価聞きたいですよね。ああ、なるほど、ね。俺は男だから、うんうん、で可愛くなったと思ってるんですけど、うん、いやそれが他の第三者の男性からどう見られてるのかやっぱすごい知りたい。顔が変わったことによって、あるいは距離になったことによって、単純に例えばモテるようになったとか、評価として、ね、ナンパされるようになったとか、なんか声かけられてなんか結構いい感じだったとか、そういうなんか、なんか僕らって手術してその後の皆さんのハッピーな、ね、うんうん、話題を知りたいじゃないですか。確かに確かに。例えば先生が可愛くしてくれたおかげで彼氏できたんですとか、うん、嬉しいよね。そうそうそう、ね、手術は手術なんで、うん、それは業務なんですけど、その後なんかこう得たハッピーネスをね分けてほしいというかあ、そういう意味で言うとナンパされるようになった。おー、素晴らしい。あと年齢が若くなったね、ナンパされる。あ、年齢不詳になっちゃったもんね。あ、確かにね、うん、確かに確かに。この服だともう何歳か分かんないですもんね。うん、確かに。前はなんか30後半ぐらいの人に声かけられることが多かったかもしれないけど、今はなんか30ぐらい。おお、多分自分より同世代かって思われてるってことだね。だ30ちょいに見えずよ、見える見える、うん、このなんか大人っぽさとかも含めて、うん、これはまあ嬉しいですよね。嬉しいよね、我々のね、単純にね、最高なのとかまでそれはね、ナンパされるようになった。そうそうそう、でもそれは聞きたいんですよ。聞きたいよね。あるたびに教えてほしいんですよあるたびに今日どこどこでナンパされちゃったんだけどっていうのを聞きたいですよね、うんうん、やっぱり ね、うん、それはそう。そう、だからそのリザルトが社会的に認められてるかどうかが、うんうん、もうこれ俺らがね、あの寝てる間にコネコネをやりながらこっちの方がいいかなとか言って作った話とかね、めてないですか、うんうん、だからそれがちゃんと評価されている。そう、社会一般に通用して、しかも男性に、ね、そうだね。女性はね、女性のことみんな可愛いっていうのは知ってるからそう、確かに男性って整形してる人間のことを、まあ、結構悪く言いがちっていうか、うん、そうそうそう、よく知らないから男性は、あの子整形だからみたいな感じで言う。そうそうそう、まあ、男がね、ほら俺整形の子分かるからとか言ってるの大体嘘だからね、あんな分かるわけないからね俺らでも分かんないよ、俺だって。いや、だからナンパされるってなんか結構素質があって、ほうほう、なるほど。ナンパしにくい女性っているんですよ。要するに例えば歩き方とか、うんうん、視線とか、うんうん、あとまあイヤホンしてる方とかいろいろあると思うんですけど、やっぱ声かけづらい人っているじゃないですか。すごい美人だなと思っても、だから梅子さんはその要は柔和な雰囲気を出してるってことなんですよ。まあ声かけてね、ある程度やっぱこう反応してくれる人じゃないとナンパできないからね、我々もね。そう、例えばですけど、うんうん、目の前にね、七尾さんとかがカツカツ歩いててナンパ無理だよね。てか、たけえなせみたいになるじゃないですか。わかるわかる。スタイル良すぎみたいになってる。ナンパの領域じゃないですよね、高嶺のフラワーになってしまうよね。そう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 。そう、だから、そういう意味ですごいいいんじゃないですか。だからその単純に魅力的っていうことで。そうそうそう、そういうこと。そう、で、かつ声がかけやすい。確かに。うん、最強じゃないかって。素晴らしい。でもナンパって文化ってまだあったんだ、しかし。今更だけど。久々に聞いたわ、なんかナンパって。もうだってうちのクリニックいっぱいナンパ師たち来てるじゃないですか。あ、確かにそうだ。いっぱい来てる。ナンパ師専門なんです。そう。そう、ナンパ師と包丁のクリニック。うちに来る若い男性ほとんどナンパ師。いや、このハンバーガーさ、これ。ハンバーガー4枚入ってるんだけど、これの間違いじゃない？え？これ入りすぎじゃない？すごいですね。気にせず食ってた。チーズバーガーですか？いや、なんか、メイドフォーユーって書いてある。いや、メイドフォーユー。すごいですね。なんかテイラーメイドって。気にせず食べてたな、なんか、うん、今日肉の率が高すぎる、高すぎるなこれ、ね、なんか全部熱いなと思ってたんだけど、ほとんどパンとエンカウントしないですもんね。本当だよね、本当マイセンのとんかつみたいな。てか、マックとか食べるんだね。いや、今日はマックにしようね、久々に。気持ち悪くならない？え、食べないですか？いや、でもなんか胸焼けするっていうか、いやいや、まあ、そんなお胸大きかったらやってるかもしれないですけど、梅子さんが物食べてるの見たことないですね、それは。確かに物食ってないでしょ。食ってないよね。あ、変だね。しょうもないラーメン作ってましたね、あ、見た見た。そうそう、チキンラーメンみたいな。
しかも言ってることがさ、何も中身ないんだから、ほんとに。何も中身ない。ごまさし。どういう塩梅なの、これみたいな。また料理やるときにさ、料理あれ貸してあげなよ。クマッキングの実装してあげなよ。これめちゃくちゃ笑えると思うんだけど。ナイスアドバイス。ね。渡しとこう。20万ですよ。これちょっと今ここに来て。ぜひ。ね、うちのクリニック、アマスラクリニックもつけておこうぜ、ここに。ちょっと借りて、これで料理動画作る。そう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 。これとショーパンで、ちゃんと顔隠してやんなきゃダメだよね、梅子が。あれ、あんなんで再生数取れる？めっちゃ面白いやん、これ。顔出てないけど、出ないけど。声だけ。声だけの。頑張るだけじゃ、見向きもされず、かけて努力もっとされてたって、切り立たせなきゃ、なんも価値もない、君は何を知ったの？